東日本大震災をきっかけに見直されるエネルギー問題。今、自然を利用した新しいエネルギー、再生可能エネルギーへの関心が高まっています。中でも太陽光発電は、エネルギー量や手軽さなどの利点から普及が期待され、メガソーラーの導入や太陽電池の技術改良が進んでいます。太陽光発電の最前線を取材しました。 昨年10月に開業した大阪府堺市の堺太陽光発電所です。関西電力が堺市と共同で開設した日本初の電力会社による事業用メガソーラーです。出力は国内最大級の10メガワット。およそ3000世帯の電力を賄えます。メガソーラーは一般に出力1メガワット以上の太陽光発電設備を指し、今、 全国各地で急速に普及が進んでいます太陽光発電というのは自然エネルギーを使った発電なんですけど、えー、変動が大きいと、で実際、変動が大きいとあの、電気の品質自体にちょっと問題が出るんじゃないかということで、まあ、それらへをちょっと加味しまして、まあ、大型の発電所ですね、メガソーラーと言われてますけど、今後の,あの、まあ、実際の電力の供給に影響がどのような影響を与えるかというのを確認しようという位置づけで、この発電所は作られています。 日本の太陽光発電の導入量はおよそ260万キロワット。年々増えていますが、電力量全体のわずか0.2%ほどです。普及の課題は発電コストです。火力発電と比較した場合、太陽光のコストはおよそ6倍かかります。低コスト化の鍵を握るのが太陽電池です。様々な種類があり、製造方法、コスト、 太陽光を電気に変える変換効率が異なります。これまでの主流である結晶型シリコンは変換効率は高いのですが製造コストが割高です。一方有機系は変換効率は劣るものの製法が簡単なため低コストで大量生産できることから次世代の太陽電池として注目されています。有機薄膜型や色素で多くの太陽光を吸収する 色素増感型などがあり、変換効率を向上させる研究が進められています。その最先端の研究成果が4月に発表されました。京都大学大学院工学研究科の大北秀夫准教授らは、有機薄膜型の一種である、高分子太陽電池を研究しています。この度、高分子太陽電池に色素増感の手法を応用することで、 変換効率を従来の20%向上することに成功し、その原理を世界で初めて解明しました。高分子を使った太陽電池。まあ、こういう原理で色素がうまく発電に寄与できると。大北准教授らの太陽電池は、高分子とフラーレンと呼ばれる構造物と色素からなります。色素は加えると通常は一箇所に凝集してしまいます。そうなると機能しません。 機能するには均等に配置されなくてはなりません大北准教授らは2年前特定の色素を高分子材料とフラーレンの間海面に配置することに成功しましたがその原理は分かっていませんでした研究の結果鍵は表面エネルギーにあることを突き止めたのですまあ海面に来る現象という形でまあ身近にある例をまあ眺めてみますとまあ 石鹸に代表される面活性剤と、まあ、今回そういった原理がこの経緯でも起こってるんじゃないかとポリマーが表面エネルギーが一番小さくてフラーレンが一番大きくで色素がちょうどその中間の表面エネルギーと高分子とまあフラーレンの間に表面エネルギーが存在するような色素を選んであげると自発的に色素がまあ海面に来るとこの成果によって適切な色素を選べることでより効率が高く大量生産が可能な 新しい太陽電池の実用化に道が開けたことになります。有力な次世代エネルギーとして世界中で様々な研究、開発が進む太陽光発電。本格的普及に向け、さらなる技術革新が期待されます。